衣装
本日は夏の様式をご覧いただきます。本日の祖母絵は武装姿で戦艦をかぶり鎧に太刀を着て薙刀を携えた優勝華麗な姿で厳正伝説によって表されたのです。そしてその後ろ横笛は平家物語に出てくる予定で、高倉天皇の旧婦、慶礼門不条院に仕える女性、増子でしたが、源義朝の中という3人の子供を持っていました。平治の乱で義朝亡き後、大和に隠れましたが、子供の命を奪われています。この日は、その義朝亡き後、まさか乙若を連れ、藤若を懐に、徳川の名乗って黒い国の伝道で唐木十五姿は本日の十二人へと言われています。はい、打ち引きを考えております。蔵引きは古今和歌集の前者として大衆有名なこの西洋説を埋めされたので、西之条にあって付けられていたので、それと分かったという有名なエピソードが残っております。これはその娘の姿を表したもので、当時の武士に一重こそで、影の実力者とも言われ、各天皇の人材を愛する、旅客として最高位の従事なしで、各朝廷の大手所の旅客長でもあったそうです。コロナの秘密とともに進んでいますのは最高級です。政治三将軍坂上の田村殿の断骨の容態です。最初から伝承された政治の予想に現着時間に来
Thank you.
警戒室です。頭に鼻を乗せた白からめの姿最後の電球は終点組です。さて、レンタル室に続きまして、時代祭りの最後の電球に止めますのはご高齢の名簿を担います。終点組です。参加また終点組という組織を一緒にして終点の術を当初から子孫有志が時代祭り行事の名簿を担って参加いただきます。声援が飛んでおります。吉野時代南高上洛です。大将の楠木正重公です。この頃は位によって色が決められております。電球3に